コマンダンテ・カッペリーには、イタリア海軍の潜水艦。マルチェロ級。1939年に就役するが、イタリアと連合国の講和後に、日本軍に接収され、日本の同盟国のドイツ海軍に引き渡され、ドイツ海軍潜水艦アイト24となり、1945年5月に、ドイツが降伏すると、今度は、日本の潜水艦以合第503潜水艦となった。 イタリア海軍が1935年から多数整備した近海洋潜水艦の系列に属する公用型潜水艦マルチェロ級のコマンダンテカッペリーニとして1939年9月23日に収益した。当初は地中海に配備されたが1940年9月には大西洋での任務に就いた。1941年1月5日フリータウン沖で イギリスの貨物船、シェイクスピア、9日後には、武装商船、ユーミーアスを沈めた。また、A 貨物船、ミゲルデ・ラリネがに損傷を与えている。1942年9月、西アフリカ沖で起きた、ラコニア号事件では救助活動に加わった。1943年初頭に、ベニート・ムッソリーニ総統の例を受けて、 移独両国の同盟国である日本の東南アジアの占領地とドイツの占領地間の輸送用に改造され、5月11日、ボルドーの基地を出発し7月14日にシンガポールに到着した。8月末に県費、潜水艦作戦に基づき、ドイツ軍向けの物資を積んで出港したが、イタリアが連合国に対して降伏したために9月13日に日本海軍に接収された。 1943年9月のイタリア降伏後、日本海軍に接収され、ドイツ海軍に引き渡され、i ト2 4と命名された。ドイツ海軍に着いたが、サロ政権側に着いたイタリア海軍兵が、引き続き任務に当たった。その後の1945年5月、三菱神戸造船所で整備中に、ドイツの降伏により接収され、以後第503潜水艦と改名され、 1945年7月15日に日本海軍に編入され、501型の3番艦、クレチンジュフ席の特殊警備潜水艦に定められ、クレチンジュフ部隊付属となった。1945年8月の日本の敗戦後には、日本を占領下に置いた連合国の手に落ち、軍備解除を受けて1946年4月に、紀伊水道で、海没処分された。 広田秀ヒデゾウ九百1945年7月14日から1945年10月30日、田中千秋隊員、第二副委員官、1945年10月30日から1945年12月1日、ありがとうございます。